間違えた。皆さん、明けましておめでとうございます。はい、明けおめ。じゃん。カマキリの UFO キャッチャーじゃなくてガチャガチャをやってきたでやんす。これを開封していく。でもこれわかんないの、何がなんだか。説明書がどっかさ行った。そもそもあったのかもわからない。まあいいでしょう、なんとかなると思っている。え、待ってくれよ、すごくリアルなんだけど。ででんででんででででで。私はマーキュリー派よ。え、マーキュリーってなんだっけ。セーラームーン。あ、そう、セーラームーン世代なんですけど、世代って言ってもどこなんだろうな。私幼稚園の時にセーラームーンがめちゃめちゃバチクソ流行ってて、私も大好きで。でも多分今の高校生ぐらいの子たちって多分セーラームーン世代ではないと思うけど、セーラームーンのなんかあの感じが、あの世界観が好きで、好きな人いますよね。本当にアニメ見たことあるんか。ということでですね、やっていきたいと思います。まずはこれはお腹のチンチクリンの胴体ですね。すごいうねうね動くんだけど、うねうね。これね、すごく懐かしいですね、このお腹も。なんか、小学校の時に教室でカマキリ飼ってたんですけど、私飼育係でね。で、その中にバッタも入れただわけ。したっけさ、次の日の朝になったっけ、餌あげようと思ったら、カマキリがバッタこうやって捕まえて、カマの部分でね。んで、食ってたの。めっちゃ。スイカみたいにね、志村けんさん食いってあるでしょ。って食ってたわけよ。綺麗に神秘的だった。神秘的。え、神秘って言っちゃうんだけど、神秘的だった。神秘的で、そんでお腹パンパンに膨れてたから、その日にゆうやくん家でカマキリ持ってって、カマキのお腹の中膨れてるから、ハリガネムシんじゃねっつって潰した。そりゃバッタだったんだけどね、お腹膨れてたの。待て、話、はい、やっていこうぜ。あ、こうじゃね、ああじゃね言うてさ、全然ピント合ってない。ねえ、僕は人間じゃないんです、本当にごめんなさい。ごめんなさいじゃねえよ、本当に。え、待って、取れちゃう、怖い怖い怖い。ちょっと待って、落ち着こう。映ってんのこれ、手元。自白したことになります。そんなに興奮しないでください。頭がこうさっから、いや入りっこないんだんな、これ間違ってるんでね、がこれ大丈夫、これもちっちゃすぎるんだ。じゃこのごく、ちょ待って、わかった、カマキリ調べよ。カマキリ、カマキリガチャガチャ組み立てありました。さすがです、 Google 先生。 Thank you。 嫌だ
だな。これがいらないんだ。ちょっとピンセットとかないんわ。あった。ピンセット。これでいつも毛を抜かせてもろてます。もなんかもう全部嫌だ嫌だ、組み立てられない、嫌だ、もういらないいらない、組み立て嫌い、釜開くじゃん、もうなんか憎たらしくなってきたな、こいつ。でかっ、うん、いや、かっちょいい、すげえ、あっ、我慢、お姉見てくれた、すげえ、超かっこいい。また私のガチャガチャも仲間が増えたぜ。飾りたいと思います。取れた、すごいね。なんか最近500円とかのガチャめっちゃ多くなってきてない？なんかこの前8とかもあったし、8も惜しかったんだよな。でもやらなかったの、高いんだん500円って。本当に、でもクオリティその分上がったっていうね。あざす。家具のやつとかめっちゃあるんだよな。家具とかなんか電化製品みたいな、ホイッスルとか、ホイッスル？なんか電光掲示板みたいなやつとか、ベルとか、電車とかバスとか。電車はねえな。バスか。そう、それが欲しい。え？足間違えてるわ私これ。間違えてないわ。ということでありがとうございました。まあ、みんなも余ってたらやってみて。バイバイ。終わり。